はい、ひろみです。今回もポケットモンスターウルタームの、ラベル実況続きやっていきたいと思います。どうした？めっちゃ問い詰められてるやん。どうした？説明しなさい。リーリーが？なんだって？おお。過去階層が入るのね。おお。乗り込んできやがったか、プルミリさん。おう、まあなんか根は真面目なんだよなこの人。マジか、言っちゃったのか。お、グラジオ、ん、知り合い。ここ戦う必要あんのか。ゴルバット、ああどうだろうな、ゴルバットじゃない気がするけど、あ、こっち進化してるんですよね。あれ結構レベル高えな。どうだろう、ちょっと試しに吸血打ってみようか。あ、ガチでゴルバットやったんや。マジか。どうしようかな、じゃあ。ライチュウ、変えましょう。半減。半減でこんなに食らうのか。じゃあ、最近ね。わあ、耐えた。マジか。等倍ですけど。ケイン。ベノムショック。ベノムショックって、特殊だから、いいか。そう、クロバットは物理型なので、あんまり特殊技はね、あんまり、威力が出ないんですよね。あ、次こそ荒れちゃうか？ゾロアかゾロアークか、まあ進化してるかどうかわかんないですけど、あ、でも、進化してそうだな。じゃあ、吸血。あ、ほんまにタイプヌルなんや。防御は下がった。怪しい光打とうか。よし、自傷してからのちょっと交代しよう。で、ブレイククロウ打って、できそうなので、ここはゴーストタイプのジュナイパーに変えましょう。まあここで動いたとしてもブレイククローなら、あ、自傷、まあ、どの位置無傷降臨なので、どうしようかな。リフレード、ただこっちのゴースト技も相手に効かないので、あ、全部自傷だ。外役戦法だ。まあ、使ってる僕ですけど。お、進化してるね。してるね。じゃあ。これ、防御が元に戻ってるので、今度こそ、まあ多分、スベラさん勝ってると思うから、吸血で、抜群取りつつ、回復。あ、まあ、さすがに不一致やから倒しきられへんか。ハイパーボイス。高火力技ですけど、まあ、こんなもんでしょう。不一致だしね。ケイ。
ケイ。いや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 、戦ってあげたじゃん。いや本当だよ、戦う意味なかっただろう。何なんだろう。あ、はい、いきます。回復、あ、なんか後ろのやりゆうたんがさあ、なんか黄昏れてるな。まあ待とう。まあまあまあ、なんか一応ある程度評価はしてるのな、お知り合い。あ、そうなの。結構です、結構です。あ、はい。いや、やんないといけないでしょ。どうしよっかな。あ、いいや。おう、ノリがなんか軽いんよな。こうなんか座ってる、なんか電磁っぽいような。ダイパの視線のちゃうわ、チームリーダー。どうしようかな。そう、フェアリータイプだけなんよな、弱点が。あ、まあ猫魂、クロバットはね、特性精神力なんで、ひるまないですからね。そう。打点がないのでおぉ。もう一回、怪しい光。そう、基本的には素早さ勝ってるんですけど、猫魂はね、先制技なんでね。わー、マジか。そんな覚えてんのか。OK。なんか混乱事象ばかり狙ってる気がする。さっきのグラジオ戦といい、ペルシアンこのままでいいか。そう、アローラ地方のペルシアンは悪弾タイプなんでね。なんかメスや。いやだから混乱しないんですよ。いや混乱ちゃうわ、ひるまないんですよ。これまあ回復させつつ、あ、向こうの早いんだ。マジか。てか、こっち悪タイプも結構分が悪いな。回復させようかな。回復で復活か。わ、悪 Z かな。ブラックホールエクリプス。なんか悪、なんか闇って感じだね。あ、じゃあ耐久力あるけど。よし。さあ。どうしようかな。このままでいい気がする。威嚇、まあ特殊型だから関係ねえ。自信、マジか、強い技覚えてんねえ。ってことは黒バットよくね。まあ自信無効なんでね。で回復と。どうしようかな、交代しようかな。
どうだ、素早さ勝ってんのかな。あ、不意打ち打てばいいんだ。OK。はいらねえか。しゃあ。なんかニヤッと笑ってんのなんか不気味だ。おお、ありがとうございます。あ、アクゼットかな。オッケー。なんかゴースト Z と似てるな。いや、あのグラジオくんの顔よ。いや、知ってるやろ多分ポーズ。おお、まあなんかあんまり心よく思ってなかった感じか。おお、まあまあまあ。ああ、多分マジか。スカルダンの船がある。確かにな。めっちゃいじられてるやん。あ、ああ、なんか親切だな。いや、このまま行きますけど。行きますけど。あ、戦闘っぽい、戦闘っぽい。なんか悪い顔してんな。やっぱオープニングのあれ、やっぱりそういうことやったやな。ほんま悪いやつやったやな、この野郎。10万ボルトとか覚えてくれればな。いいんやけど。なんか詩人なんかな、この人。まあ、確かにそんな感じするわ。まあ、戦おうか。スカイシュも良かったけど。なんかこの表情結構好きだな。隠れよ。よっしゃ。あ、でも諦めてるやん、もう。あ、ザオボーさんもなんか裏で糸引いてる感じか。まあ、なんか怪しかったもんな、ザオボー。明らかうさんくさいというかさ。さあ。何を出してくる？アーボック。ほう。オッケー。あー、いいやつと悪いやつがおんのか。まあ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 。
じゃあ。まあまあ、でも元を正せばあなた方が悪いんですから。こんなもんかな。じゃあグラジオ、またしたな、グラジオ。どこや。確かに。さあ。ん？なんだ？来た、サーボー。まあ、まあなんか面識ある感じかっていうか、多分グラジオももともとエーテル財団の関係者なんやろうな、多分。さあ、スリーパーか。じゃあここは交代かな。ソロワーク。まあエスパーを打ってきてくれたら多分無償降臨ができるわけですけど。あ、ですよね。じゃあ辻切り。あ、シャワーズですけど、シャワーズじゃないと。あ、くそ、そういうことすんのね。眠気だめ使うか。辻斬り封じ込められてもまだイカ様があるんですよね、こっちには。ケイ、えい、まあ一匹だけだしな。うちエスパータイプめっちゃ強いんで。おう、はあ、はい。と言っても、なんか回復とかできんのかな？できそうな感じするけど。なんか協力的な人もいるんだよな。はい、できたぞ。さあ。なんか嫌な表情だな。あ、じゃあもともと住んでたんかな。まあまあまあ、確かに。ありがとうございます。じゃあどっちだって、ラボ B ってどっち。あ、こっちで合ってたのか。さあ、
はい、冷静な判断ありがとう。ああ、3人とも戦う感じか、めんどくせえな。しゃあ、あはは、なるほど。らしそう。まあ、伊達にやってないんで、島巡り。おお。なんか顔が見えたけど、一瞬。気のせいか。そう。え？おお。あ、なるほど。作られたポケモンなんやな。タイプヌルっていうのは。また戦闘？なるほど。あ、ダブルバトルね。お、水タイプだ。しゃあ、まあ、何もしないんですけど、ハウ君のライチュウが頑張ってくれました。はい。おお、どこだ？ずるい。まあ、ですよね。おお、調べるか。おお、これか。ああ、なるほど。結構特殊なポケモンなんやな。なのかな？なるほど。まあ確かにな。わお。おう。
おう。なんだかんだでいい関係だよな。あ、ビッケさん。ボッチャマ？ボッチャマ、結構、重要ポジションやったのか、ブラジオって。ああ、ありがとうございます。はい、おお、ルザミーネ？どうだろう。そう、またか。開けろ。なるほど、せっこいって使うぜ。めっちゃ皮肉言うやん。そうだそうだ。おう。地道とか言うなよ。それ本職だろうが。さあ。おう。やってやるぜ。ああ、進化したんだ。でも、またスリーパーだけだろ？サボボさん。いや。支部長？あ、増えてる。増えてる。うん、基本的にエスパータイプ使いなんやな。やめろ。そんなん使うんじゃねえ。ケイ。スリーパー。またやられに来たか。よっしゃ。ケイ。真似する必要あったのか？どうだ？圧をかける。なんか表情がまるで違う。なんかなんか怒りの表情、笑顔、無表情。まあ、聞き分けはいいんだな。まあ、脅されたからっていうのもあるけど。あ、すいません、なんか。すいません、なんか。なんかメガネのおじさんめっちゃ悔しがってるとか、なんかロトムさんが言ってる。はい、じゃあ、今回ここで終わりにしたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。